雪見ましたか？見ました。もうちょっと1、2センチくらい積もってました。福岡すごい雪降りました。嬉しい。ホワイトクリスマスももしかしたら期待できるかもしれないなと思って。久しぶりです。今日は仕事お休みになったから来て、おめでとうございます。いいね、お休み。あ、テロップ書こう。いつも成長テロップ慣れてないから。動物の声がするって猫の声じゃなくて、今サラちゃんが待ってした、下じゃない扉の向こう側で待ってるんですけど、入ったらめっちゃ毛がなっちゃってくしゃみしちゃうから祝宴です。こんにちは。あ、トモモさんプレゼントありがとうございます。今日なんか前髪がうまくいかなかったので、あんまり前髪は見ないでください。え、待って、高すぎて温度が下がってこなくて、うん、うん、前髪ってなんかちょっと嫌ですよね。前髪好きじゃないです。だから僕は着たいけど、お母さん似合わないからやめなって言われたの。え、似合ってるよ、あげてんの。本当に。うん。なんかでもさあのポニーテールか、ポニーテールだってちょっとあげたら、ちょっとポニーテールだよね、名前。なんかちょっと分からなくなった。ポニーテールでやったらほんま似合ってないから。今日見てメイク、クリスマスカラー、ピンク、オレンジと緑。あ、全然見えなかった。影で全然。アイライン上手くね今日。うん、アイラインもあんま見えないけど上手い。コラボしてるときにポイントギフト投げても大丈夫なんかね。大丈夫です。あ、そうなの。うん、だって上に書いてたもん。加算されるの、なんちゃらポイントって。あら、いや、え、テロップってこれなんか、あ、あるわ。テロップ書いてる？書いてない。ないよ。書いた方がいいよって。ゆいなとはんちゃんから言われた。先輩だから、ゆいなとはんちゃん。なんかほんと前髪変で嫌なんだけど、ここが。あ、なんか全然、なんだよこれ。あ、切れんな、切れんな。久しぶりだね。久しぶり。レッスンないもんね、全然。合わないよね。そう。これの方が可愛くない？どう？うん。これの方が可愛くない？わかんない。この方が似合ってる。これより。なんか前髪巻いてんの違和感しかないんだけど。え、それな。やばい、松山さんプレゼントありがとうございます。アリーさん、タワーありがとうございます。え、タワー、うん、すごい、ありがとう、タワー、ありがとう、おもろ。アリーさん、タワー、トナカイのソリネ、ニョッキ、ニョッキ。ほんと、なんか反対側にね、これもこっちに巻きすぎたから、こっち側に巻いてもね、やばい、やばい、ほら今度私が器用だから好きじゃない。ゆいなの前髪はほぼ私がやってるんで。でもね、いつもやってあげてるよね。そうだよ。今日は巻いてとか言われて、で今日はストレートちょっと巻いてとかリクエスト。そうです、美容院じゃん。リンカっていうな、クリスマスキャンペーンのコスメのやつ目指してるので、よかったらお願いします。そうです、目指してるけど明日明後日リンカできないから。あ、そうなんだ。多分
明日は確実に多分無理で、うん、制服の目があるから、うん、25ちょっと用事があるのでわかんないけど、朝こう昼とかできたらやるけど、言うのも明日明後日わかんないね、わかんないよね、ギリギリ、ギリギリはでもわかんない、急にさ予定入とか入ったりするからさ、わかるわかるね、レッスン明日やりますとか言われて25日ピザ食べる。え、いいな、いいな、ケーキ。ケーキ食べれないから。あ、そうなの？甘いの。まだ苦手？売ってたね、なんか。なんかさっきよりマシになったくない？うん。うん。いいの、サンタさんになればよかった。じゃあこれつけとくわ。え、もう言っちゃう？もう言っていいよね。だってもう結構経ってる。結構経ってるよね。結構前にリンカと一緒に2人で行ったんですよ。ここが初お披露目です。そうだよそうだよ。ずっと情報解禁。そう、だいぶ後か後にしようねって言ってたのよね、言うの。そう。でももう結構経ったよね。うん、だいぶ経ったよ。だいぶ経った。もう1年くらい経ったよね、余裕で。それは嘘。嘘なんだけど、普通に。普通に。で、これリンカとオソロッチで買いました。そう、でも私はこれないです今ね、ひどい。それ見たの？どこ行ったの？ユニバです、ユニバ。つけてんの見たよリンカ、なんか配信でそれ。あ、ちなみに昨日、うん、そうだそうだ、その時の写真待ってるね。はい、メールかなんかに載せます。やっと載せれる。で、それな、もう言うって言ってノリで言ってんの、しんどい。もう言う？言おうか。結構経ったしねって。そう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 、それで分かるのもすごくない？うん、かわいいかん。なんかね、歯の味がする。ベニの味。うん、2人ということで成績発表しとく。だって成績発表、あ、無理です。今日終業式でしょ今日。うん、無理無理。でリンカね、ちょっと下がっちゃったけど、下がったのもあるけど、体育がなんと初めて4でした。え、おめでとう。すごくない？いや、5を取ったことない。認可もないわ、そんな。うん。まあ、平凡な人生を送ってますね、勉強に。平凡。3が多い。3とか4。うん。だけど結構さ、成績下がった。まあ、忙しいからね。なんか泣きそう。うん。結構泣きそう。ちょっと成績いいキャラでやってたのに、学校。そうなの？うん、そう。優等生キャラでやってる。学校生活。でもまだ中二でしょ？大丈夫だよ、中二なら。うん、中二ならいけるか。うん。やった。でも体育もね、結構自信あるのに、いつも3とかなんだよ。うん。なんか水泳で頑張ったもん、今回。あーね。水泳全部 A だもん、なんか。水泳強っ。確かにシンクロ習ってるのは強いね。うん。みゆなは陸上いけるやん、持久走とか。いや、でもね、長距離苦手なんよ、すっごい。あ、短距離ね。うん、だから 50m 走とかはまだ大丈夫。うん、でもね、最近ね、時間走やったんよ、10分間走。うん、で、あの 1.4km しか走らなかった。すっごい、こんくらいのペース出してたもん。え、でもすごくない？ 1.4km って。いや、でもうちの学校2キロ走らされるのよ、持久走は。あ、1.4キロって 1400m？ うん。あ、全然じゃねえ、全然じゃねえ。お、あおんなあおんな。全然ダメですね。え、どんくらい走れる？10分間で。え、だって持久走やった時に、うん、2000m で2キロで11分10分ぐらいだから、うん、でも持久走は10分以内に走りきらないともう最下位。そうなの？うん、めっちゃ速いやん。10分以内に走らないともう次のグループが来るの。だから一人だけ前の組あの後ろの組と一緒なんで、本当にもうみんな10分以内じゃないとダメなの。そうなの？うん、え、2000km みたいな。2000km で、2000km で、あの、10分以内。だからほぼ9分とか、みんな。2000m か。10分経ったらもう次の組が来るの、こうやって。最悪。え、また待ってくれないの？
待ってくれない待ってくれない、そんな 2,3 人のために待ってくれない。ちょっと待って、だからもう死ぬ気もう口カラカラなのに。2000m10 分って走りきれないとはやばい、やばいね、鬼畜だよね。ゆなゆなの変顔ってメンバー内で好評なの？いや、好評かは分かんないです自分で、あ、好評ですとか言うのちょっと確かに、好評なのかな、分かんない。だからなんかもう、うん、なんか息をするように変顔してるからさ。そうだよ、ずっと変顔してるもんね。もう普段の顔が変顔って感じ。おっと、それは悪口やん。もうで喋ってる時にずっと変顔してるもん。そうなの、それは短く、なんか動作がいちいち大きいというか、あ、なんか動きがうるさいって言われたことある。そう、動きがうるさいね。あとなんか無意識で白目してるよみたいな言われたことある。それは見たことないよ、リンカ。よくない？学校の友達に、え、無意識で白目してるの気づいてるみたいな白目してるのやばーとか言われたけど、それ知らなくて、え、みたいな、 何言ってんのと思って、騙されてんのかと思ったら、なんか、え、じゃあ無意識なのみたいな言われて友達最高。ゆなちゃんわかんない、そんなのおもろすぎる。でも表情筋すごくない、ゆるの。うん、でリンカもできるよ。口をこう引っ張るんだよ、こうやってピース。みんなのスマホに絶対1枚ユネヌの変顔写真入ってるでしょ。最悪それは。私持ってます、動画持ってる。動画付き、結構前の、めっちゃ前の、あの時とか、タクシーだよね、タクシーで、うん、うち、あの Wi-Fi 止まったのかと思って、言っちゃいけないことも言っちゃったかと思ったタクシーに帰り帰るんですけど、タクシー待ってる時にみんなで楽屋で座ってるんですけど、その時にめっちゃ昔はなんかユーナずっとなんか動いて、みんなとなんか踊って、なんかのモノマネしたりして、それを動画撮ってた、ね、え、もうやばいよね、本当に黒歴史なんだけど、余裕でやばいよ。うん、え、これさ、なんかさ、ショールームでさ、これなんか録画されて YouTube に上がってるの知ってる？知ってる。え、それさ、なんか友達に見られたとか言われた？言われない、多分検索されてない、リンカのこと。めっちゃ検索されててさ、マジで？うん、恥ずかしすぎる。みんなに言われてんの、嫌くない？めっちゃ嫌。だってこれで、だってさ、学校とキャラ違うんだもんそれはそう、そう、真似されたんだもん、だってありがとうございますみたいな感じで真似されて誇張しすぎやろと思ってだからめっちゃ嫌なんだけど、 YouTube だけは。 Twitter にこれの動画とか写真とか上げてくださるのは全然いいんですよ、うん、YouTube が嫌なんだよね。全部だもんね、あれ。 Twitter 入れてる人あんまりいないから、そもそも全部だもんね。そう、全部やばいよね。一部じゃん、 Twitter って載せれるの、うん、うん、だから泣きそうで、なんかもう昨日とかも載せられてて、お下げのもうやばいよ、本当に末期なんだけど。いいじゃん、ガチで学校で嫌われるわ、友達どんどん減ってく。いや、人気出る、逆に。いや、そうかな、真のユーナ。学校とキャラ違うもん。真のユーナの姿の方が面白いよ、本当に。でもこれ真の姿じゃないもん、ショールームは。かぶってるから。あ、そうだね、そうだそうだそうだをやめろ。そうだそうだ、だから今これ見てる学校の友達は、私あのキャラ作ってるんで、はい、はい、だそうです、はい、だからスクショとかされて、なんか変顔さ、なんかほうれい線とか書かれてたりとかしてるかもしれないじゃん最悪じゃん、うん、そこで、そこまででさ、ユーナのいないグループラインに、うん、クラスラインに、うん、最悪じゃん。写真こうやって川島いじめよっていうグループラインやったら終わりやん川島変顔集おもろい。ぶりこしすぎやろこいつ、うまいやろ。だからもう YouTube に上げないでほしくて。え、リンカは、あ、そんなことはあるよ、あるよ、めっちゃ前のねやつとかね、あるやん。もうやだ、顔なんか前髪こんなん、こんなんなんだよ、ほんとに。ビジュアル良くない時のやつもあるから、ちょっと上げる側のさ気持ち考えてほしいよね。なんか自分もそれやられたら多分嫌だと思いますよ。だから無断転載はやめてください。 Twitter は大丈夫、そう、動画とかでも、だから全部の、何でもいい、
ショールーム全部を動画に YouTube で撮ってるのはちょっとって感じ。 YouTube が嫌なんだよね。 YouTube でレモンとかならまだいいじゃん。ショールームはどういう、うん、っていう。でもさ、レモンとかもあれってさ、お金かかって見てるじゃん、なんか。そう、だからダメだよって言ってたよね、スタッフさんが。うん、言ってて言ってた。だからスタッフさんがショールームとかできないから、言うのが言う。ちょっとやめてください、スタッフさんがそう。だから本当に良くないよって思う。お金取って見てくださってる方からしたら、なんでこんな無断転載するのって感じよね。うん、せっかく、だってショールームとかは運やん、そんな見れたらやったーってなるじゃん。うん、わざわざさ、もしかして YouTube に調べてまで見る必要あるって思って別にそんな大したこと話してないしね。そう、大したこと話してない。ただなんか、まあ、幼稚園児が話してるみたいな感じで本当に何の話してんのみたいな。待って、ギフト読んでいい？いいよ。さっきはルナさん、プレゼントありがとうございます。ゆいちゃん、フォロー、あ、間違えた、フォローじゃない。プレゼントありがとうございます。ゆいさん、プレゼントありがとうございます。サンダーポトさん、プレゼントありがとうございます。はい、どうぞ。はい。はい。さん、プレゼントありがとうございます。絵文字ないよ、絵文字。あびっくりした。みたいな、ガチ心配の顔やん。やめて。で、笑ったら前が続くねえから。逆にこれでいいんじゃない急に怖いんだけど、ほんとに。松山さん、プレゼントありがとうございます。佐京、ルナ、ムーンさん、プレゼントありがとうございます。りょうアットマーク、ピッピタイさん、ありがとうございます。あ、プレゼントありがとうございます。安政アットマーク、ゆなぬぐんださん、ありがとう、プレゼントありがとうございます。何食べてるの？食べてません。あ、リップか。食べてるように見えたわ。でもあるよね。こうやってさ、ドッキリでさ、こうやってリップやって、あーってだよ。うん、そう。チョコでしょ、でも実際は。チョコ、チョコ、怖っ。バレンタインの時とかある。うん。ブーって切る。私、この半分の顔が好きだわ。何の顔？半分の顔。てか、このここが好き、一番にかノーメイクシメトリーだね。ノーメイク言うな。うん、ノーズシャドウとリップだけしてる。いいね、顔面強い。ノーズシャドウは大事じゃん。ほら、ちょっと見える、わかるでしょ、ここら辺。わからん。ノーズシャドウ多分ロッキーで一番うまいと思うね。ね、ちょっとこれ多分音声つながってないのかもしれない。Wi-Fi の関係的にしょうがない。それはマッサン HKT よしさん、プレゼントありがとうございます。なんかファンの方にタメ口っていう許可を得たから。言うのもタメ口いいよって言われたけど、なんかできないよね。難しくない。 ね、それなんかさ、とっさに出るのがありがとうございますとかしか出ないんだよね。え、そう、わかる。止められない。プレゼントありがとうございます。生徒さん、いきな決勝いっぱいありがとうございます。上房さん、プレゼントありがとうございます。外吉さん、プレゼントありがとうございます。言うの、もうすぐじゃない？ 20 万まで。え、本当に？今、12とか。2万ぐらいで。パンちゃんが17万とかだから。すごっ。うん。すごいね。え、なんか昨日だっけ？うん、タワーね、昨日も、一昨日かな、なんけど、リンカ、おめでとう。だよ、毎回配信するとき、一個はタワーが飛んでくる。すごっ。でも、おかげですね、皆さんの。うん、よかったね。でも、1万って結構でかいもんね。それはそうだよ。うん。サンタアピールしんな。今日の夜ご飯何？知らん。知らん？今やってる。さっき始める前に出汁だけ飲んだ。出汁だけ飲んだ。出汁だけ飲んだ。今日お昼はマック食べました。あ、いいな。お母さんと一緒にマック食べた。いいじゃん、めっちゃ。みんなお昼ご飯何食べたっけ？トースト食べた。トースト？うん。最近トーストのやつ買ったんだよ。トーストの機械みたいな。あ、チーンってやつ。あ、そうそうそう。今度はポンって食べな。あ、ポーンではないかな。なんか、こうやって、こう回る。回るかわからん。回る？それ、レンジでしょ。いや、違うよ。トースト、あの、パンの専用のやつみたいな。お腹すいたわ。
それ業務連絡してもいい？うん。妹かお母さんにタブレット持ってきてください。あ、以上です。見てんの？うん。多分きっと見てくれてる。大声で言ったら届くんじゃない？言うなの。届くかな？うん。でも今喉枯れてるからさ。終わるんだよね。喉が。喉終わる覚悟したらいけるかも。覚悟して。覚悟。あ、でもやめろ。うん。あれで声出なくなる。ハーステンボスで本当に出なくなる。やばい、ハーステンボスのダンスの練習もしないと。本当じゃん。もうすぐだよ。楽しみだね。ね、今12万だった。やった。リンカもうすぐで4万いく。え、おめ、今日は何時まで配信するつもりなの？ユーナは8時。あ、そうなんだ。私7時。あ、9時までできるじゃん。7時。うん、7時にコラボライブ終わるわ。オッケー。8時からちょっと用事あるから、それまでにご飯食べないと。用事っていうか英語。ああだと思った。英語だろうなって思いながら。そうだよ。あ、ありがとう。あ、もう伝わってた。食べてきました。伝わってたんだ。今見てあげる。あ、間違えました。何を見るの？ポイント。ああ、今めっちゃやってない？だって、さっきまでリナーとハンちゃんとココペ、ココペね、やってたよね。うん。ハンちゃん19万だって。やば。え、もう行くやん。20万ね。アマゾンが12万1000で、ココペが8万2000。あとリンカが3万9000だ。ほんとだ。あと1000で4万じゃん。すごくない？だって、配信3日目ぐらい。3日目でそれはすごくない？しかも、1時間目じゃない。1時間半しかしてない。え、それならすごいよ。うち2時間、2時間半とかしてるもん。ねえ、ハンちゃんとかさ、ずっとしてるよね、ゆうなも。ね、ハンちゃん朝練じゃない、朝配信とかもしてるから。なんか部活が、そう、学校のことになってる。2人とも1時間目とか朝練とか言って、やばい。朝練戦で部活の時の記憶は蘇るわ。うん。あ、ポテチーさん、クマのキーホルダーありがとうございます。なんかみんなそれ違うね。クマって言ってて、ユナはクマのクッキーとか言ってて、クマのキーホルダーって。キーホルダーやろこれは。え、マジ？だってチェーンついてるやん、上に。そうなの？あ、そうなの？うん。バーナ。言っちゃうて。ゆうな、雪の結晶と、プレゼントが多いから。あー！ケーキ！丸太のケーキありがとうございます。え、もう4万いくんじゃない？え、もういってると思うよ。丸太、わかんない。丸太で 500G で。ねえ。で、G って何？ G って。ポテチさんのクマのぬいぐるみが10個で 1000G って書いてる。ああ、そっか、合計見ればこれ。え、じゃあもう言ってるやん、多分。見てあげる派？見てあげる方？待って、丸太のケーキじゃなかったみたい。ブッシュドノエルだって。難しい。あ、まだ更新されてない。39,700で撮ってる。うん、多分今4万いったんじゃないかな。ランニングマンさん、雪の結晶ありがとうございます。キングさん、プレゼントありがとうございます。ポテトさん、雪の結晶とレインボースターありがとうございます。ランニングマンさん、雪の結晶ありがとうございます。いってると思うけどね、4万。どうだろうね。あ、まだだ。更新されてない。お腹すいた。めっちゃ黙って、お腹すいた。お腹すいた。ゆうなもお腹すいた。めっちゃお腹すいたよ。関西弁講座してあげるわ。してお願い。エロピクどういう感じの？じゃあ、やっぱいいわ。むず、考える方が難しかった。それはそう、うん、でしょ。だって関西弁講座してって言われても、講座できないもん。そんな博多弁講座、イエーイ。なんちゃらやけん。なんちゃらだけん。なんかだから、語尾にけんかとをつけとけば博多弁になる。だけんっていうの。
なんちゃら、やけん。なんちゃら、とよ。とよとよ。かわいい、かわいかろ。かわいかろ。かわいいとよ。あたしかわいいとよ。かわいいけん。かわいかろも言うやん。言うの。かわいかろって言うね。言うのか？そう、言うの。めっちゃ言ってるよ。かわいかろって。あ、確かに言ってるわ。これかわいかろって。それ映るわ。ちょろちょろ。で、これかわいかろ。ティッシュやけん。じゃあ、私が関西弁でそれを言うと、うん、これ可愛くない？え、これ標準語だね。いやでも可愛くない？ちょっとイントネーションが違うから。イントネーション。インドネーシア。これティッシュやから。なんかめっちゃさ、ブーってなるんだけど。ね、通知切れ。いや、切ってんだよ。お休みモードにしたら来ないって。そうなの？どうやってするの？え、こうやって上にこうやってピッてやって、月のマークを押すだけ。うん。じゃあやろう。いつも通知とか見られたくないきゃそうしてる。止まる系だわ。あ、そうだ。配信止まった。配信再開しますか？うん、はい。ああ、これかわいいやろ？これティッシュやねんだ。あ、これティッシュやねん。This is a ティッシュ。これはペンです。あるよね。ある。これはペンです。This is a pen。ペン。なんかあったよ。TikTok で。うん。これはペンです。ペンです。This is a pen。ペン。ペンで来たね。絶対さ、これはペンですもなるやろ。これはペンです。ペンです。This is a pen。ペンとさ、ペン同じ発音なんだかなるやろ。なるよね。なんで？なんで英語だけペンなの？力みすぎ。ちゃうちゃう、ちゃう、ちゃうちゃうちゃう。ちゃうちゃう。なんか違う。首を動かすのね、良くなったんだよ。アイソレーション。アイソレーション。これあのね、ソファーでやったらできる、うまく。どういうこと？本当にだよ。ソファーにこうやって寝転がって、こうやってやったらできるんだよ、うまく。肩が挟まって。ああ、そういうことね。そう。だからこうやって固定されたら、こうあるでしょ。そう、だからここにこうやってやるわけ。で、そしたらこうやって固定されてるから。でも手でやったらダメなんよ。分かったでしょ。ミンカその服と帽子で出かけるの出かけないですよ。出かけなよ。それで英語の授業受けてよ。やばいって。みんなに好かれるよ。かわいい。ショールームも見たよ。誰も見てない。ショールーム見たよ。ツイッターは見たよって言われないの学校で。ツイッター見られた。ツイッターはもうとっくの昔に諦めてる。私が自分のツイッターから共有をしたの、クリスマスマーケットの告知がされた時に。うん。LINE グループで告知してあげたの、みんなに来ていいよみたいな無料だから。ああ、はいはい、言ってた。その時に自分から自分のリンカのアカウントから共有してるから、誰々さんが共有しましたで、なんか出るのよアカウントが。うん。そっから飛んできて見られた。なるほど、かわいそうに。だから学校行ったらなんか「Twitter 見てたわずっと」とか言って、いや怖い怖い怖い、言ってた。よかったね。よくない。ツイッターのリンカの言葉と学校の言葉全然違うもん。うん。ああ、キャラが違うってこと？うん。まあ、それそうやだね。言うのも違うもん。ツイッターって感じだけど、ショルマーこんな感じで、イエーイって感じだけど、学校って感じだから。学校そんな楽し、なんかこう、イエーイって感じなんだね。うん、学校こういう感じかと思った。いやでもこういう感じの時とこういう感じの時やる。友達が休みだったら、これ。本当に。だから本当に、YouTube に上げないでください。普通に、無断転載とかじゃなくて、もう普通に嫌なんですよ。YouTube は。わかりますよね。学校生活私が苦しくなるのわかりますよね。人間としてお願いします。同情して。だそうです。はい、お願いします。ビンカは大丈夫です。消さなくて。だから画面、こっち、こっちからこっちでお願いします。いや、
ちょっと今日のビジュアルそんな好きじゃない、全然可愛くない。確かもうサンタとかコスプレしてるのはあんまちょっとあらって感じです。なんか全然今日本当に好きじゃない。前昨日が昨日めっちゃ可愛かった。じゃ昨日の昨日はいいらしいです。自己肯定感アップアップそれな、だってビジュアルいい時見られたら嫌やん。しかもさ学校でメイクとかしないからメイクしてるとか言われたりじゃんで今の中3とか中2とかみんなメイクしてるやん、混ぜてるから。いや私そんなしないです。民家は混ぜてるから。で学校にだよ。あ学校に、学校にメイクしたら怒られるやろ普通に高速的にだからなんかえいつもの川島と違くねみたいな。なんか人格も顔も変わってるどっちも変わってるやん。いや人格3つぐらいあるやん。そう裏表あるから。ショールームではまだ落ち着いてるね。うん、実際こういうあのカメラとか何もの状ない状態で話してたらやばいです。うん、友達と見るとね楽しくなっちゃう。なんかね今日ねリンカにもらったリップつけてんだけどなんかちょっと色落ちしてきた。うん、最初そうかなと思った。あ本当に。うん、いつもあのロマンド大好き、これは気をつけてない方。でも色似てるから、うん、配信越しではなんかわからんくない？そんな色とか、よくわかったね。わかるよ。なんかリンカのリップの色似てるなと思って。あ、そうなの？何分から壇上読みするの？まだ。まだ？うん。ちょっと順位見てみるわ、一回。多分更新されてる。多分。あ、めっちゃこの顔が、この左側の顔が好きなんだよね、自分。じゃあもう左顔しかこうやって見せるとき。写真とかいつもこうだもん。言うのも左顔。だって女性って左顔が全員漏れてるらしいよ。そうなの？うん。だけど今左の目のなんか二重幅が不調。いつも両方見てる。だって見てて。こっちと、うん。こっち。あ、確かになんか目の輝きがある。なんかメイクも絶対左顔が。涙袋も左の方が大きいね。うん。って思った。バイ川島優奈。これ左手と右手どっちだと思う？右。だってちょっとなんか違和感あるほら。そうだった。待ってこれこうだった。小指が前に来るんだって左だったの。そうだよ。なんで親指が前なの？これだったら違和感ない。おほほ。あ、リンカ読ません。ありがとう。待って明日さ、うん、めっちゃ朝早いんだけど。あの制服の目のリハーサルの前にダワちゃんと一緒にその前に練習するんだけどね。え、よかったじゃん。その時に7時半、普通に学校よりも早いんだけど起きんの。え、すごいね、うん、やばすぎ。やばい、本当にやばい。なんかめっちゃ不安なんだよね。でも2回目、やっと2回目。うん、え2回目。うん、なんで？アンダーデビューって何月にしたっけ？ 9 今が12でしょ、3ヶ月。そうなの？え、もう4回くらい出てると思ってたの。出てない。だからカレンも2回3回ぐらいしか出てないから。えっ、まずリンカのポチが先輩があの出れるたくさん出てるから。あ、そういうことか。そう、先輩が出れるもんね。そう、先輩が出れるときはリンカたち出なくていいじゃん、だから。なんかもう前髪が全然決まんないんだけど。ずっとさ、なんか、口で解いて。ずっと触ってる。ずっと触っても決まらないってわけない。なんかもうおでこにキできそう、触りすぎて。もうぐさ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 。うん。おでこやばい、リンカ今、治安、ほら。大丈夫？おでこ、チャームポイントなのに。でもさ、あの、前髪出してないからさ、治り早いよね。いや全然ずっとこれある。なんかもう、ね、触っちゃうんだよね。なんか触っちゃダメだよ。でもさ触っちゃうよね。そうなんかね、触っちゃうよね。でも潰したことはないよな。潰したことはない、リンカも。え、で怖くない？なんかニキビ跡とかできて、潰さなくてもニキビ跡できない、最悪じゃん。なんか前髪変だよ。え、知ってるよ今さら。うねってるよ。え、これでしょ。うん、問題児こいつ。だからもうこっちからこっちもさやちゃん風にしようかなって。
森崎さんやです。そうじゃないよ、さわやちゃん、全部の前髪をこうするんだよ。で、ほんのちょっと、ほんのちょっとでいいんだよ。だからそっちの分けてる方もこっちに持ってくんの。あ、そうなの。そうこう森崎さんやです。真ん中から、真ん中からこう左にやってくる。あ、ね、こういうことね。そう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 。で、こっちがちょっと、そう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 、森崎さんやです完全一致。全然違う。さすがに完全一致。全然違う。無理だわ。諦めた。森崎さやにはなれない。やばい、前髪も持ってるやん。かわいい。カチューシャしてるから余計なんかさ、ブチュって押しつぶされててさ。もう取ろ。本当に面白い。もうだから本当にこれあげたらユーナ怒りますよ。だからなんかレアちゃんもよかよかの時変顔したやつ、あれなんかあげないでくださいって言ってたのにあげてる人いて、なんかもうクレイジー。あげないでって言われるのにあげるの、なんでそんなことするんだろうって思って。うん、え、クレイジーってさ、どういう意味で？なんかおかしいみたいな。うん、ダメだよね。うん。本当にクレイジーだ。ダメなことははっきりダメって言った方がいいよ。そうじゃないと人生生きづらくない？しかもこっちが悪いんじゃないし、悪いけど。普通にキャラ一緒にしとけばいいものだけど。君たち本当に仲いいね、だって。ね、そうなんですよ。よくわかりますね。また焼肉行こうよ。あの5人で。え、本当に来たの？なんかね、YouTube でね。うん、YouTube でタン100枚大食いみたいなのを見ちゃって、昨日。え、いけるでしょ ?5 人だったら。本当に食べたい、本当に食べたい。リンカめっちゃタン好きだからいけるよ。リンカが50枚とかいけるじゃん。いや、タン好きじゃないけど20枚はいける自信あります。本当にタン好き。お風呂入ろう。うん、いってらっしゃい。配信終わって、お風呂入って、ご飯パパパパパッ食べて、うん、メイクじゃないわ。でもリンカめっちゃ早くない？ご飯食べるの。そうだよ、めっちゃ早いんだよね。お弁当とかも一番に食べ終わるね。すごい。給食もほぼ一番。そう、ゆうなも一番くらい食べれ、はい、食べれるけど、でもちょっと気まずいやん、席立つの一番。え、そうなの、そうなの。だからちょっと一人食べ終わるまで、え、そうよね、ゆっくりな、ナフキン畳んだり、うん、あの牛乳の箱潰したりしてる。気まずい。気まずい。周り見ながらマスクつけてるの、一人だけ。そうだよ、そうだよ。飛び合ってるもんだって。気まずい。超気まずい。焼肉もう行く日決めよう、本当に。うん、行きたい、本当に。え、どうする、もう1月3日とか行けるくね？いや、無理、うち3日。ちょっと消臭効果使える。じゃあ、1月20日までには行こう。わかった。そうね。頑張ろう。初週またグループラインやるからさ。うん。それで話そう。うん。じゃあバイバーイ。悲しい、ね。え、これさ、え、リンカが抜けたらもう一人学区になるの？これどうなの？どうやったら一人学区に戻れるの？この後配信する。多分。うん。一回抜ければいいか。一回普通に配信やめて。うん。で、もう一回やったら再開ってなるから、まあ同じ視聴者の数になる。ね、その10分以内だったらなんか大丈夫みたいな。そう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 。じゃあ先にプレゼントだけ読んどこう。あ、でも。じゃあ男女読み合ってプレゼント読むね。男女読むね、今から。うん。じゃあ10位、松山さん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位、ゆいちゃん、ありがとうございます。11位、ジーコさんかな、わかんないけど。ジーコジーコさん、ありがとうございます。ありがとうございます。10位、ケネスさん、ありがとうございます。9位、ビョンドクさん、カムサーリーだー。ささみだ。8位、サンダーボルトさん、ありがとうございます。7位、青森からさん、ありがとうございます。6位、チンアナゴさん、ありがとうございます。5位、よい、リンカザクさん、カムサーリラー、こんばんは。ささみだ。4位、ソーシさん、ありがとうございます。3位、ミニさん、ありがとうございます。2位、ポテチさん、ありがとうございます。そして1位は、アリさん、ありがとうございます。タワー、ありがとうございます。いつもありがとう。ありがとう。いやあ、つぶやきしちゃダメ。じゃあ私プレゼントを読みます。はいはい、お願いします。どこまで読んだっけ。ちょっとサラが寝ようとしてる。危ないぞ。え、いいじゃん。
いやでもね、あの配信終わってもどけれないの、気まずくて。なんか絶対どけちゃう。最悪。ランニングマンさん、くまちゃんのキーホルダー、ありがとうございます。なになになに今の。ちゃんとキーホルダーって言ってよ。そういう顔、うん、っていう顔、どやってどやり顔。安政さん、そのどうもありがとうございます。ポテイトさん、雪の結晶いっぱいありがとうございます。 OK です。まだです。私まだ終わらないから。あ、そうですか。まだいて、うん、いいよ。これで顔の小顔マッサージもできるんだよ。すごい。だってよ、さすぎすごいです。またユニバにも行きましょうね。え、いいよ。でも寒い時は行きたくないし、暑い時も行きたくないから、ちょうどいい春とか秋がいいかな。じゃあ5月か4月か3月くらいか。うん。じゃあ新学期始まったら行こうか。新学期始まる前。え、今って2学期が終わったんだよね。え、3学期？え、次3学期だよ。次3学期始まる前。3学期終わって。春休みの後か前か、春休み中ね。私高校1年生だ。中3だ。やばい、大人だ、高校。なんか高校に入ると一気に大人感も少ない。え、それな、頑張って、高校。大変だけど。大変じゃないです。でも受験大変だった？勉強って一日どんくらいするの？全然しない、私。ならいいや。みんなどんくらいしてたじゃん、他のみんな。え、だってみんな塾行ってるもん。塾で、今の受験生のお友達は、朝から、朝9時ぐらいから夜7時までとか。ずーっと、で、ご飯食べ終わったらすぐにまた勉強みたい。すごいね。そういうのを、ほぼ毎日やってんの。冬休みも、ありえない。30、31、1、2、3、4とか全部あるらしいよ。塾。めっちゃかわいそくない？やだ、ユーナもそうなるのかな、いずれ。あと1年後のユーナ。いや、でもリンさん、そんな全然勉強しないから大丈夫だよ。でも入る高校とかにもよるよね。それはそう。じゃあ頑張るわ。東大目指して頑張ります。頑張れ。私の友達やばいから、成績めっちゃ頭いい。あ、本当に？オール5、オール5。オール5の人とかいるの、たまに。そう、初めて見た、オール5の人。嘘、オール5学年に4人とか3人くらいいる。オール5の友達と私はいつもいます。やばい、読んで喜んでる場合じゃない。うん、私オール5ですけどみたいな。でももうなんかテストないから。え、おめでとう。中学校でテストない、もう完売。冬休み明けにあるわ、頑張れ。私ゼロ。え、じゃあ教えてよ、勉強。いい、数学以外。やば、数学本当に無理。やばい、数学。やばい。でも数学結構点数いけん。今80くらい。80くらい。今何やってんだっけ。待って。2年生。なんかわかんない。どういうこと。単元の名前とか覚えてない。なんかあのこういうやつやってんの。こういうやつあって。あー、素因数分解。あ、そう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 。あ、素因数分解違う。それ小6。なんか。因数分解は中3だ。え、どこ、なんか、え、因数分解もやってよ。は？なんか意味がわかんない。これでさ、こういうやつでしょ？それ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 。なんか今言うの反対じゃなかった？割り算やん。間違えた。ほんとにちょっと数学最近マジで落ちたから。これ素因数分解やん。え？じゃあそれ素因数分解って言うのかな？なんか無理、ごめん。素因数分解無理。素因数分解めっちゃ得意だよ。なんか連立方程今やってる単元得意、めっちゃ好き。図形大好き。角度の問題めっちゃ大好き。今角度もやってるよ、ちなみに。え、角度の問題角度めっちゃ嫌いなんだけど。角度の問題だったら教えられる。え、じゃあ教えてよ、今度。いいよ。勉強会。宿題の答えを教えていただく会。いいよ。頑張ります。角度の問題はほぼ満点だから、私。中3って他に誰がいるっけ？えぐっちゃんか。と、え、二人だけだよね、中さん。うん、そっか、じゃあ、どうしよう。ね、ぐっちゃんとは進んでるあれが違うかもね。
他の県だから。まあ、うん、教科書も違いそう。教科書も違う、多分他の県だから。だって違うもん、リンカ兵庫県からこっち来た時教科書全然違う、全く違う。じゃあ無理だ。じゃあリンカしか頼れないじゃん、やば。でもリンカも中あん。じゃあ頑張って教えてください。はい、じゃあ漢字とかも得意？漢字はまあまあまあ、ここは漢字の漢字で頑張る。理科は生物なら、生物植物ならいける。あ、生物植物はいけるけど生物無理。生物大好き。本当理科点数やばいよ、後で教えて。水溶液とか無理。水溶液、化学反応も得意じゃない。なんだよ、理科そもそも得意じゃないから。英語は全部できるから、英語なら全部教えられる。じゃあ英語色ピク、うん、英語は読むだけは得意。意味は全く分かってないけど読むならいける。意味は全く分からない。あー、そういうことね。あの、センキューとか書いてたらセンキューって読めるってことね。そう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 、そう。それは誰でも。センキューって言ってるけど意味は分かってないし、何の話かも分かってない。時間大丈夫そう？うん。じゃあそろそろ終わりまーす。終わるの、うん、バイバイ。じゃあまたね、あと1時間。じゃあ言うのもせーので終わって、じゃあ個人ライン、個人ラインじゃないの。個人配信で始めるってことでバイバイしてでしょ。うん。間違えた。バイバイ、皆さん。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ、ユナ。バイバイ。バイバイ、リンカも。